4月6日、木曜日の山陽新聞ニュースです。9日投票の岡山県議会議員選挙を前に、県選挙管理委員会は6日、県内の大学生に移植している若者選挙サポーターと共に、投票を呼びかける街頭啓発を JR 岡山駅東口広場で行いました。県選管職員9人と、 関体平洋大学の学生が務めるサポーター4人が参加し、駅利用者らに投票日は9日です。よろしくお願いしますと声をかけていました。5月に広島市で開かれる先進7カ国首脳会議 G7 サミットと4月22、23日の倉敷市での労働雇用大臣会合に向け、岡山県警は6日、 岡山市の県警機動隊グラウンドで警備訓練を行いました。機動隊員らおよそ310人が参加し、違法なデモや、妖人への拳銃を使った襲撃を想定して取り組みました。妖人の警護訓練では、拳銃を持って近づいてきた不審者役の男を、新編警戒隊の二人が迅速に取り押さえました。新四福大手の青山商事は、 玉ねぎの皮の成分を合成繊維の染色に使ったスプリングコートを発売しました。皮の成分により天然染料の色素の定着性を高めたということです。廃棄予定だった皮を有効活用したほか生地に再生ポリエステルも用い環境への配慮をアピールしています。もみ殻を配合したベージュや共に藍を加えたネイビーとブルーの3色で展開し、 S, S から L の3サイズを用意しました。続いて天気予報です。4月7日、岡山県南部は雨、昼過ぎから曇り、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。最低気温は14度、最高気温は18度でしょう。岡山県北部は雨、昼過ぎから 曇り、ところにより、昼前まで、雷を伴うでしょう。最低気温は12度、最高気温は17度でしょう。降水確率は、岡山県南部、北部ともに、午前90%、午後40%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。